松地大塚山古墳は神奈川県平塚市松地にあった古墳。現在では、墳丘は失われている。墳形については、双方中円墳説、前方後円墳説、前方後方墳説があるが、墳丘調査が行われないまま消滅したため、明らかでない。1935年3月18日、地元の住民が松の根を掘っている最中に、鏡、同族、 銅鐸、自家灯などが出土した。3月20日には現地調査が行われ、さらに翌1936年1月に紛糾の測量と発掘調査が行われた。1960年、改めて紛糾の測量と発掘調査が行われた。2016年には再調査により、双方中円紛とする説が浮上した。現在では、 古墳跡の北側の松地大塚山公園内に墳丘が再現されている。松地大塚山古墳は相模湾に沿った砂丘列の上に作られた。海抜19.5メートルの場所にあり、発掘時、周辺にあった水田との標高差は11メートルあったといい、周囲の低地帯の中では一番高い位置にあった。古墳は砂丘の砂地を削り出して成形し、 その上に森土をしていた。砂丘の砂地に作られたこともあって、戦前の発掘時には、松地大塚山古墳のことを砂丘墳とも呼んだ。古墳造営当時、古墳周辺は砂丘地であり、生産性は低かったと見られ、周囲からは大きな集落跡も見つかっていないが、相模湾と共に相模川の河口に近い位置にあり、交通の要衝に造営された古墳であると見られている。 松地大塚山古墳は2度にわたり発掘調査が行われ、墳球の測量調査と埋葬施設の調査が行われたが、墳球にトレンチを入れるなどの墳球本体の調査は実施されなかった。測量調査の結果、双方中円墳説、前方後円墳説の両説が出され、後に調査結果を詳細に再検討した研究者から前方後方墳説が出されたが、 実際の墳糾がどのような形であったのか調査されることもなく消滅してしまい今となっては松地大塚山古墳が実際にどのような形をしていたのか知ることができなくなってしまった吹石については1960年の発掘時に紛長部から握り拳の石が見つかったため存在したとの説もあるが1936年の 調査では全く吹き石については言及されていないこともあって確実性に欠ける。断築については不明で、埴輪の湿度はなく、集合も存在しない。埋葬施設は、墳丘中央部の地表下75から80センチメートルのところに、粘土角、そして1.3メートル付近には、木幹自家層がされていたと見られている。木幹自家層の主体部から湿度品としては、 戦前の発掘時に三角園新獣郷、田玉、智江方銅器、銅器に、多数の銅族三十九、鉄府に、剣の破片一、刀の破片一、土器の破片であった。三角園新獣郷は、京都府の椿大塚山古墳で出土したものと、同板郷で、土器編は、弥生時代末から古墳時代初頭にかけてのものと見られている。年度各から、 戦後の発掘時には、変形四十強一、水晶性マガ玉一、水晶性ソロバン玉にガラス玉百五十、銅属一、銅卓三、槍リガンナ1、土器片が出土した。やはり土器片は、弥生時代末から古墳時代初頭のものと見られている。戦前の出土品はそのほとんどが東京国立博物館に、戦後の出土品は平塚市博物館に所蔵されている。 古墳本体の調査が行われないうちに消滅したため、墳形が不明のままであることなど全容がつかめたとは言い難いが、三角円新獣教の湿度などから、機内との強い結びつきがあった人物が葬られた古墳であることは間違いないと見られている。湿度品の内容などから、古墳の築造時期は3世紀末から4世紀半ば頃、または4世紀後半頃と考えられており、 神奈川県内では秋、葉山古墳群と長井桜山古墳群をつなぐ時期に造営された可能性が高い。相模川の川口近くという松地大塚山古墳の立地条件から考えて海上交通路の近くに造営された長井桜山古墳群との類似性が特に注目される。相部国造につながる豪族と見る説もあるが、相模川より西域は一般に 市長国像の領域とされる。ありがとうございます。